みんなこんにちはドン。今日は花粉症で死にそうなかりんちゃんに代わって俺が料理を作るドン。まずは飯盒でご飯を炊くドン。これは俺のこだわりだドン。飯盒で炊くご飯はうまい。今日はなんと、魚市場で新鮮ピチピチのお魚をたくさん買ってきたんだドン。あそこの魚市場ってかなり古くて暗くて入り口がよくわからなくって、ダンジョンにある洞窟みたいな感じだよね。そんなことないドン。いやいや本当だって。でも美味しい魚が安くて2杯いるからおすすめだドン。こら今日のこの赤いキンキ、かなり立派だドン。キンキッズ、2人だからキンキッズだね。かりんちゃん家で採れた菜の花を磨くドン。これは柿菜のつぼみだよ。半合。開かないドン。ドンが開けれないなら無理だわ。開かない瓶の蓋を開けるときは蓋を加熱すると開くじゃん。蓋を温めれば。いや、ここは俺のスーパー筋肉パワーを全国のファンたちに見せつけたいドン。ああ、乾杯。ダメだ。諦めて刺身を切るドン。市場で買ってきたのは、シマアジとハムチとタイ。彩りを考えて後でスーパーでサーモンも買い足したドン。彩りを考えるなんて成長したわね。霊夢さん、いらっしゃい。このチャンネルの花である霊夢ちゃん参上。そうだね。魚市場で買った？席いただけで2割増しで美味しそうね。材料が良ければ素人が作っても美味しくなるわずドン。でも、刺身の量が多くない？確かに多いわ。多いドン。これがデブクオリティか。無意識にめっちゃ食べるし、みんなもこれくらい食べるだろうと思っている。そんなことより、キンキできたドン。キンキー。ちなみに、キンキーは英語で変態っていう意味だよ。ああ。めちゃ崩れとる。まあ味は変わらないドン。先ほど茹でた菜の花を魚の汁で軽く煮るドン。魚の骨とかは危ないから取っておいた方が良いよ。いよいよ海鮮丼に盛り付けドン。あーん、画面越しだとわかりにくいけど結構ご飯の量、多いんだよな。食べたいだけ食べる、これデブの鉄則。できたドン。あ、サムネ用にいい写真を撮るの忘れてるわ。まあ、いいや、いただきます。うん、おいしい。すっごいブリブリしてるよ。ブリ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 、美味しそうに聞こえないんだけど。やばい、本当に語彙力ないけど美味しいんだよ。こっちのキンキも美味しいドン。俺プロドン。盛り付けはゴミだけどね。ピエン。魚市場の魚は最高だからみんなも行ってみるといいよ。市場は魚の定食屋もあるから料理しない人でも楽しめそうだドン。かりんちゃん、かりんちゃん、レンちゃんやほやほ、イラストたくさん来てるよ。おお、かわいい。家にしよう。昔の俺がいるドン。かわいいドン。右の旦那は鳥になってるわよ。よかったね、豚じゃなくて。豚肉好きドン。あと、初息子っちのイラストありがとうございます。あの、イラスト紹介の期間が空いてしまってどこまで紹介したかわからなくなってしまったので、紹介し忘れがあったらごめんなさい。次行くよ。全部同じ人、ユウさんが作ってくれたよ。カイロスー、食べる？いらない。フェルトでゆっくりまんじゅうを作ってくれてるドン。首だけの私が可愛いレイマリを見上げているのかなりシュール。左は鬼かりんちゃんがマキッシュを食べているところだよ。鬼のトマホークもいるトマ、可愛すぎトマ。右は、優しい笑顔。家にしたい。二人ともトマホークくんの擬人化描いてるそうだよ。八頭身くらいのイケメンでよろしくトマ。いやさすがに三頭身くらいの子供でしょ。左のハテナさんは旦那の擬人化も描いてくれるそうだよ。旦那の擬人化ってどういうことドン？昔の旦那を擬人化してくれるのかな。まあ、完成を待ちましょう。かりんちゃん一体、僕可愛いとまあ、私って書きやすいのかな。霊夢ちゃまよりは単純そうよ。シンプルイベスト、みんな可愛いです。左は小学校5年生、真ん中は8歳の方が書いてくれてるよ。マジかよ、小学生も見れる安心なチャンネルです。最近は言葉遣いもお上品だし、ダダダダ大丈夫なわず。上に乗ってる霊夢ちゃんの笑顔が素敵。かりんちゃんに、シュ。そういえば、先週私が風邪ひいてから全然近寄ってこないよね。ソーシャルディスタンス。オレンジのお友達を書いてくれたトマ、嬉しいトマ。かりんぴーさんは下書きしたけど清書したら違う絵ができちゃったそうだよ。わかる、料理も思ってたんと違うものができることがしょっちゅうある。特にカイロスの時は変なのができることがあるドン。まさにその時の絵を描いてくれてるんですね。イラストの量が多いからまた次回紹介します。溜め込んでいたかりんが悪い。すいません、また次回のお楽しみに。それではご視聴ありがとうございました。